Thank you.
はい、自己紹介何やの、自己紹介、出産から自己紹介を、あ、いいよ、そっちから。じゃあ、ありがとう、ギャルから。はい、初登場、ニッコです。イエーイ、初登場、初登場、ひろこです。イエーイ、初登場のリエです。誰、あんたのか、帰れ、お前。あとフォーカブルしてる。前髪がこの、え、前髪が、やべえから。エディです。はい。エディです。エディです。エディ。イエーイ。どうぞ。あ、どうも。はい、次です。はい、次。あれ、曲の説明してください。あれ、あ、そうだ。曲は適当でいいんだろ？曲は適当でいいんだけど、なんだっけ。今日撮った、あれ、紙ない、紙ねえから。紙ねえから。あれ？あった。そうだ。今日、ヘイスーパーマンとリズムジェネレーションとビーストガール、なんか後で見るんだからいいんだよ、当たるからいいんだよ、撮ったんだけど、その中じゃ何かをね、間違えて撮っちゃったの。誰も気がつかないの、でも俺名古屋行ってゼロは結構いい加減だからなとか言われてる。そうそうそう、名古屋に言われたくないって言われた。ナイトインレディーだ、そう、19Dレイディーの後ね、タタタタン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 で撮ったんだけど、こうだよね。お前知らないだろ。ああ、こうこう全部繰り返し、こうだよね。これをね、こうなんだけど、これでやっちゃって、ケンジに私指摘されたんだけど、やっちゃったので。いや、でもこれが変わった方だよ。え、新しい方、え、変わったの。変わった、変わったっていうか、作ってすぐになんか変えたみたいな。うちら、あれ、あら、え、それで出てんの。私これで出てる。でも、これも、これの方が多い。これをやってるのは、一緒の時だけっていうか、あそこだけ。あ、一部だけ。まあ、間違ってないの、じゃあ。まあ、どっちでもいいけど。どっちでもいいけど、10年も出たから、ちょっと今、間違ったもんだと思って。はい、出ました、布施さんからの、なんか。何？あの、今月、なんかあれだよ、例の。例の第3位、第3位。誰だよ、私だってよ。なんだ、なんだ。第3位は、じゃーん。ネタがなかったです、ごめんなさい。でも見えてたらね、見えてもめっちゃいい。第2位がまた作ってるよ、暇人だな。ともみちゃん骨折ね。ひらがなで漢字だけやったの。骨折、骨折しちゃいました、かわいそうに。第1位なんだけど、ちょっとこれ問題かなと思ったんだけど、りえちゃん1位もおいしいな。原因不明でね、10日以上入院したんで、みんなでヤバいかなって、一応あのハテナつけておいたんでね。違います、違います。チャンスオーです。乱入ケンジ、酔っ払い、酔っ払い、こら、イエーイ、イエーイ。自己紹介して、誰。ケンジ、な、酔っ払ってんな。酔っ払ってんですよ。いや、ケンジなんかさっきも泣いてましたよ。泣いてたの。泣いてましたよ。何言うの。今日もできる。今日も何かやったっけ今日。あの人もう忘れてんな。あれやっぱでも当てたらしいよ、これ。これも変じゃなかったって、あれ。いや、わかんねえ、覚えてねえよ。じゃあほら、二人なんか今日だったら。今日だったら。あの、ジュナップ。ジュナップあります。何すか。はい、この話。彼氏募集中でーす。ブー。聞いたから寒いよ。ここまで、ここまで。目の前で。ブー。とりあえずこの2人、彼氏になりたい人はここまで、ここまで、ここまで、部屋に泊めてあげる。そうです、ここまで。写真付きで部屋見てください。どんどん声かけてください。決まっていいのか、ここでよ。いらねえ、俺は怖えよ。言ってないからね、怖えって。俺知らねえよ。私も知らない。俺何も言ってない。私だけ、私だけ。あれ、あれ、募集中で、募集中で。これなのに女子高生に対抗してるの。そうそうそう、無理がある。対抗して、無理があるけどね。あ、この人ちょっと、いや、若いから。ちょっと若いから。今年成人式だっけ。はい、あの、この二人は、この二人昔からビデオ見てると分かるけど、もう30になりました。ためぐらいです。
みんなカメです。みんなカメです。みんなカメです。二十歳。成人式でした。成人式。28、29です。あれが骨がいねえよ、骨骨。骨です。骨、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 また骨折りました。さっき2位で。今2位でやったから、ちょっと2位で。2位だった。あれ、なんで骨折ったか。なんで骨折ったの？ケンジ落とした。なんで骨折ったんだろうね。誰かに蹴っ飛ばされたらしいけどね。でもほら、腰なだけに。ほら、よくわかんねえ。細いからね。やりすぎで腰の骨折っちゃったらしい。やばい、これ回るね、絶対本当に。やばい、ディータのも何だよ。これね、これパラパラ大会ね。はい、26日またやるんでね、皆さんの参り買ってください。審査員森ちゃん。あ、嘘、俺じゃない。森ちゃん来るんだよ。ケンジ俺なんだ。俺ダメだよ。ダメ。俺にも一回やらせよ、ケンジ。俺にやらしてよ、今回。優勝何？優勝はね、聞かないで、いつもと同じだから。何かな、あの辺ね。面白い、IQ 面白いからやった方がいいよ。よろしくお願いします。IQ 難しいよ。レベルアップしないと。でもね、私ね、300いったの。 IQ300。 300？ うん。審査員で森ちゃんが来るらしい。そうです。森ちゃん？森ちゃんゲスト。ゲストです。噂です。噂です。噂です。りえちゃんの O157 も噂です。噂です。いや、本当です。無理なく真実に近い、近い噂です。え？性病？性病。ヤグは打ちました。性病から出てくると思いました、私。ヤグは打ちました。どこだっけ、裁判だっけ、どっかから持ってきたんじゃないの？ラスベガスから。ヤグ、ラスベガスで大儲けして、今金持ってます。おー、よしー、イエーイ。持ってねえから貧乏だから。貧乏だから全部ねえから。じゃあ、ということで終わりにしよう。終わりですか。じゃあ、お疲れ様でした。